そう、あれをね勘違いしてるよね。そう、あれをね、バック注射だと思ってるんだよね。項目としては違うんだよね。そうそうそう、あれ前にも見せたけどさ、運転記録、運転教本を見ると、第2段階の9、駐停車、178。要するにここだよね。これが自動車学校にで習うのが、この、こうか、こうか。10番。方向変換及び縦列駐車っていうのが自動車学校にあるやつで、まあ、ここに今書いてあるのは縦列駐車だよね。これをやってるんだよね、これ。見えるかな？これが方向変換って呼ばれるものなんでね。要するにこういうやつ。こっち側にある、あ、こっちやね、こっち側にあるやつ。これ皆さん覚えてるよね。ポールがたくさん並んでるところに入ってきて、ぎゅっと向きを変えてってやつ。これを駐車だと思ってる方がすごく多くて、だから駐車はやったよねっていうことをすごくそういうふうにインプットされちゃってるんだけど、実際には、ここに書いてある通り、方向変換なんだよね、この項目としては。だから駐車ではない。だから駐車をやったのは、縦列駐車しかやってないんだわ。項目としてはね。うん。そう。だからね、すごく勘違いしてるから。だからできなくて当たり前だと思っていいんだよね。だってやってないから。うん。で、逆に縦列駐車をやったよねって言われたら、やったよねってことだから。やり方覚えてなきゃいけないよね。テストっていうか、試験でやったよねっていう話になってくるんだけど。うん。だからね、バック駐車はね、やってないから、うん。やってないもんって言えばいい。いや、やっただろ、自動車学校でも、まあ、やってないの、まあ、本当に免許持ってんのって言われたら、あれさ、駐車じゃねえんだよね、って。お前ちゃんと勉強したのって逆ギレしたれ。方向変換なんだよね、つってさ。うん。そう。呼び名も難しいよね。なんで方向変換なんだろうね。方向転換じゃないもんね。すごくわかりにくいよね。僕もずっと方向転換だと思って、感じ。そうだね。まあ、だからなかなかね、できないと思ってていいと思うんだよね。その駐車っていうのは。なんか自動車学校でやってるのの項目っていうのは、基本的には縦列駐車しかない。だから、できなくて、しょげるんじゃなくて、まあ、できなくて当たり前って思っとってもらっていいし、だから、ミラーも使えなくて当たり前。だって、ミラーを使うってことしないでしょ？目視でしょ？基本的には、ほとんど。どこでも目視しろって言われるだけでしょ。だから、ミラーがね、使えないんじゃなくて、使い方がわからないっていうことなんだよね。要するに。うん、使い方がわかって、それで練習をすれば、誰でも使えるようにはなる。必ずなる。うん。だからそこのところだよね。うん。だから、講習をしてて、実際に講習をしてて、駐車の練習をするときにはもう特に本当にそこのところっていうのを皆さんに伝えてる。なんか駐車のやり方っていうのはもう様々というか、うん。基本的には入っちゃえばいいだけの話なんで、斜めにしようが直角にしようが、どういうふうに止めてもらっても構わない話なんだけれども、その時に一番大事になるのは、やっぱりミラーを使っていかに、こう、距離感とハンドル操作をできるようになるかっていう。それができれば直角だろうが斜めだろうが、何でも止めれるんだよね。だからやり方だけを覚えてしまうとか、やり方を教えてくれとか、そういう形をカチッと覚えたいからとかっていうふうな考えだと、どうしてもこの修正とか調整が効かなくなってしまうので、だから基本のベースのミラーを使ってとか、そういうことができるっていう状況があった上で、やり方があれば、そこから自分なりに応用するっていうことができるので、だからやっぱそこの練習をね、しっかりしてもらうといいかなと思うけどね。だから車の隣はやっぱりさ、止めることはない。自動車学校なんかさ、やりゃできると思うんだよね。だってあんだけ教習車余ってるわけじゃん。だって自動車学校の横通るとさ、止まってるだけの教習車たくさんあることない。動いてないことない。うん。だからやりようあるんじゃないかなとか思うんだけどね。基本的にはね。自分とこの教習車だからぶつけたってどうせ自分とこで整備して直すだけなんだよさ。うん。うん。そう、だからね、本当にね、使い方なんだよね。
だからね、使い方がわからないのに、ミラーを使えって言われたって、ミラー見てるだけになるでしょ。だからね、ミラーを見てるだけなんだよね。だからね、何をどこ見てどうしていいのかわからないから、結局それがわかんなくて見てたって、できるわけないよね。普通に考えたら。だから一番大事なことっていうのは、もうずっと講習とかで言ってるんだけれども、要するにミラーを見た時の距離感。これがもうすべて。うん。これが分かれば、もうね、絶対できるようになる。これは、もう絶対に生きれるから、これ絶対やれるようになる、できるようになるんですよ、注射は。うん。大事なのは、僕はミラーの、ね、前に出てっていうやつをすごくやってねっていうことを言ってるんだけど、こう、斜め前に出て、斜め後ろに下がるっていうのを練習してねって言ってるんだけど、こういうふうに行って斜めになって、まあ、ここの間っていうのは、ここは隙間を空けてもらうんだけれども、この時に、自分の中で、ここの部分、ちょうど線の先端。だ2本の線だったらこう丸くなってる2本の線の先端でもいいんだよね。ここの部分と自分の右の後ろのタイヤのある位置。要するに、ここまでの距離。何メートルですかっていうことが一番大事なんだよね。直に見るんじゃなくて、ミラーを見たときに、右の後ろのタイヤがここまで下がるのに何メートルぐらい下がる距離がありますかっていうのがすごく一番大事なんで、駐車の練習をするよりこれをやってほしいんだよね。何メートル下がれますか、何メートル下がると右の後ろのタイヤがここに来ますかっていうことをやってほしいんだよね。駐車の練習なんかね、その後でも全く問題ない。これやってた方が明らかに上手くなるから。で、ここでミラーで見て大体でいいんだよ、おおよそ。だから1メートル、2メートル、はたまた3メートルでもいいんだよ。これは別に合ってる合ってないはどうでもいい話なので、大雑把に自分の感覚で下がる距離こんなもんじゃないのっていうことを、ミラーを見て、ちょっとイメージしてあげる。わかんないだったらもう先に進まないので、わかんないっていうふうに思うんであれば、もう車の運転は逆にしない方がいい。もうそうすると自分でこう、考えようとか、練習して上手くなろうっていう気じゃなくて、やり方だけ教えてくれっていう、ただそれだけになってしまうんで、そうなってくると応用が全く効かなくなっちゃうから。だから車っていうのは応用がすごく大事なんで、これで右のミラーを見て、右の後ろのタイヤが今ここです。で、ここです。じゃあ何メートルぐらいありますか？まあ大体でいいんだよね。例えばこれを、2メートルぐらいかなって思ったら、この状態で降りてみればいい、ね。ビヨンと。そうするとね、ここの距離実際に降りてみた感じのイメージと全く違うから。やったことない方はちょっとやってみて、特にお休み明日日曜日とかでさ、お休みだと思うんで、やってみるといいよ。これすごく本当にためになるから。うん。こう、無料で教えていいもんなのかっていうぐらいのレベルの話だから。本当に。そうするとね、大体の方がね、降りると、2メートルじゃなくて、大体やるとね、倍のね、4メートルぐらいあるんだよね。ここの距離。ここからここまで。大体ね、倍ぐらいあるんだよね。自分の思ってる距離も。そういう方がほとんど。うん。この距離が大体合ってる方ってね、本当にほとんどいなくて、大体の方が、半分に見えるんでね。だからね、駐車をやって、ミラーを見て駐車をするときにハンドル操作をして、すごく寄ってしまう方って多いと思うんだ。斜めにやってみたら、こっちに行っちゃう方って多分すごく多いと思うんだよね。で、なんでうまくいかないんだろうって思うでしょう。それはね、要するに距離感が合ってないだけなんだよね。だから実際にはここまで下がる距離があるわけだよ。4メートルぐらい実際。だけど2メートルぐらいって思ってるとさ、ここの位置っていうのが、自分のイメージでは、ここにあることになるんだよね。
要するに4メートルの半分だから2メートルでこのぐらいの位置にあるって感じになるので、ここに行くんじゃなくてここに行こうとしちゃうからハンドルを当然切っちゃうよね、ここに向かって。こうやってそうすると実際にはあとまだ倍ぐらい下がる距離があるので、下がっていくと結局こっちに寄るってことなんだよね。だからここの距離感が合ってないので、ここにもこの線がここにあると思っちゃうからもう切らなきゃってなるんだよね。だから寄っちゃうと。だけど実際にはここまで下がる距離があるので、そんなに切る必要がないってことだよね。下がる距離が長ければ少し切ってるだけでもぐるっと車は向いてきてくれると。だからこれでうーっと下がっていったらこのぐらい距離があるからこんなもん切るだけでいいのかなっていうのを自分の中でイメージをしてあげると、それができるだけでもう本当に駐車もう、もうね、今までなんでこんなに難しかったんだろうっていうぐらいできるようになってくると。これをねやってほしい。本当これだけでいい。これとあと前に出る位置関係だけできれば、あとはもう本当にあのグリーン式とかやる必要は基本的にはほぼない。うん、この距離感。だからね、それを運転席に座っただけで適当に、うん、こんなもんかな、あんなもんかなって言ってたら一生うまくならない。一回降りて確認をして距離感をつかんであげるっていうことをやると本当にうまくなるからね。うん、それだけだよ。それ以外は本当に難しい。